札幌南区の私立京北商業高校バドミントン部です。練習は基本週5日、日曜日も顧問の教員が指導に臨みます。休日部活動となると半日という形になるんですけども、やっぱりそれは勤務になるので、休日返上で体育館に立つ顧問歴7年の三谷先生は、普段は商業を教える傍らバドミントン部の練習メニューも考える日々。競技経験があり指導にも力が入ります。生徒もやっぱり部活動を一生懸命やっていますので、なるべく指導できるような形を取れるように、はい、空き時間をうまく利用しながら仕事を、はい、こなしている形ですかね。ただ部活に関わる全ての教員が競技経験があるわけではありません。元々バレエやってたんですけどね、はいはい、で専門的な指導できないっていうのはやっぱり、まあ、辛いといえば辛いところですよね。札幌市教育委員会の去年7月の調査で、部活動の顧問を負担に思うことがあると答えた中学校教職員は全体の9割に上りました。理由として平日の勤務時間を超えた活動、休日の活動や引率業務が最も多く、専門知識や指導技術の不足なども挙がっています。これに廃部も加わり、部活の選択肢も減少傾向にあるのが現状です。この状況に保護者は、先生もね忙しいのも分かるし、でも子どもの方も分かるしって感じですね。制限されるのもかわいそうですよね。やっぱりやりたいから、なんか学校の先生長時間働くのはすごいかわいそうだなと思うので、なんか外部からコーチの人を呼んだりとかしてほしいなとは思いますね。そこで札幌市が目指しているのは、中学の部活動を教員以外の人が指導する地域移行です。チームの目標と個人的な目標を聞きたいかなと思って。この高校では学校と外部指導者をつなげるシステムの実証実験として、一昨年秋から半年間道内のトップ選手による指導や練習試合を取り入れました。生徒の評判は、全然やったことないメニューとかばっかりだったので、すごい楽しみながらプロの人の技術を間近で学べて勉強になったなと思います。プロの方と練習してきたってことがまず自分の自信につながりました。技術面のことだけじゃなくて、プレー中での考え方とか、その学校での練習じゃ分からないこととか、プロの方に直接教えていただいて、その考え方の幅っていうのは広がったと思います。強くなりたいという生徒の満足度が高まったことに加え、教員の負担も軽減されたといいます。平日に来ていただいた時は自分の業務にこう専念できるというか、安心を持って業務に取り掛かれたかなというふうに思いますので、そういったところに来ていただいたことに関してはすごく、はい、助かりました、はい、専門に持たれてない方の先生方の、まあ、ご負担と考えれば、外部の方が来ていただけるというのはすごく負担軽減にもなると思いますし、このシステムを開発したのが札幌のスタートアップ企業ルカルです。プロスポーツ選手のパーソナルトレーナーやスポーツジムを経営する代表の森田敦史さん。きっかけは部活動の指導が忙しく子どもとの時間が持てないという中学校教員の友人からの相談でした。この学校の先生方のこの課題というか、すごくこう深刻だなと思ってて、じゃあスポーツをできる指導者と学校で困っている先生の部活動をこうマッチングさせることはできるんじゃないかなというふうに思ってて、でそれで開発したのが経緯になります。学校側はアプリで求める指導者像をオファー。これに対し野球やサッカー、陸上など各分野で登録した選手や指導者をマッチングするシステムです。教員の負担を減らす一方、指導者を確保することで生徒にとっては部活の選択肢が増え、専門的な指導も受けられるメリットがあります。モチベーションが上がって、で練習のなんかこう雰囲気とかもガラッと変わった感じがしましたね、まあ、成績で上がっていくだけじゃ、勝利だけが全てじゃないかもしれないですけど、でもやっぱ指導者で生徒たち変わるんで、
社会課題ともいえる状況の解決につながるこの取り組みを札幌市は注目しています。見てる先生自体もその部活に対しての知識がなかったり経験がなかったりいろんな時間拘束されてるっていうのは大きな社会課題だと思っていたので、このスタートアップの力を使ってその社会課題が解決できるっていうのはすごく可能性を感じて採択したという経緯に。今後10年の方向性をまちづくり戦略ビジョンとして示している札幌市の秋元市長もスタートアップ企業の後押しを進めています。いろんな人たちが力を発揮できる多様性だとか、それから人生100年時代の健康とかですね、それから先端技術を使っていろいろ便利にしていきましょう、そういった町を目指している計画になってます。いわゆるスタートアップの企業をですね育てていく、そういう環境づくり、スタートアップ北海道ということで取り組んでいます。誰もがねやっぱこうチャレンジできる、そういった町を目指していきたいなと。今回の新たな取り組みで学校の原点も垣間見えたようです。生徒がやりたいと思ったことに関してはやっぱり実現させてあげるのも一つの教育かなというふうには個人的には思っていますので、効率のいい働き方も含めて模索していく必要はあるのかなと思うので、生徒も教員も納得できる新しい部活動の環境づくりに期待が高まります。